宝スタンダード値上げ速報、まあ、あのちょっと緊急なんで、はい、あの編集なしであの流させてもらえればと思うんですけども、宝スタンダード値上げ情報があの入ってきてますと、はい、なのでそれをまあ簡単にお伝えさせていただいて、皆さん の, あのリフォームのご検討の参考にしていただけたらと思いますと。で、大前提としてはちょっとうちいろいろあって、はい、あのこう宝スタンダードの商品あの積極的にあのお勧めしようとは思ってない状況なんで、はいはい、まあ、それでも入れたいって人いはりましたら別にうちでも入れはしますけれども、はい、まあ、ちょっとそういう状況ですと、はいはい、前提をお伝えさせていきます、はい、で今回まず値上げなんですけれども、はい、大体こう宝スタンダードの値上げも大体傾向があって、はい、こう夏、うん、春、夏、春みたいな、まあ、秋の時もあるかもしれないですけど、大体そういうタイミングで、あの大体こう風呂キッチン、風呂キッチンみたいな、毎年、まあ、春秋というかそういうタイミングで年2回ぐらい、はい、まあ、風呂かキッチンかどっちか値上がるっていうのがなんかこうずっと続いて 10%、10%、10% みたいな感じで、まあ、それぞれ 10% ずつ値上がりしてるっていうのが、まあ、ここ最近のトレンドなんですよ。なるほど、トレンド、はい、嫌なトレンドです、ね、どんだけ上がるのか分かんないですけど、まあ、ずっとそれ続いてますと、はいはい、でこれ前あの別の動画でもお伝えしたんですけども、やっぱりこの別に宝だけに限らず各メーカーが、うん、あの売上は伸ばしてるものの利益残せないんですよ。あ、なるほど、はい、値上げのこの、まあ、みんな値上げしてるんですよね、はい、値上げした分売上上がってるんですけど、うん、なぜか利益率はあの何なら下がってるみたいな感じが続いてて、はい、まあそうなってくるとどうしても商品改定はせなあかんわなって感じではあるんですけども、はい、じゃあ今回何が値上がりするのかというと、はい、主には結構キッチンのオプション、はい、まあ、機器類ですね、はいはい、具体的に何かって言ったら IH ヒーターとか、はい、ガスコンロ、食洗機、レンジフード、水洗、まあ、とうとう、まあ、結局キッチンの本体、はい、まあ、キャビネットとか釣り戸とかそういう本体以外の、はい、まあ、いろんなこう、まあ、選べるものですよね、はい、っていうのが値上げされますと。でタイミングとしては11月27日、はい、発注分からなんで、はい、まあ、それまでに滑り込ませれば OK っていうものになりますと、うん、なるほど、はい、駆け込みですね、駆け込みですね、これから、まあ、けど今が10月16なんで、はい、でこれ11月27までに発注ということは、うん、まあ、その前に工務店に見積もり以外しなきゃいけないわけですか、はい、もう工務店経由で発注するわけなんで、はい、ってなったら、まあ、どんだけ遅くても10月中には業者に見積もり依頼をしとかないと、うん、まあ、間に合わないかなというふうに思いますと、うん、はい、じゃあこの今回の値上げいくら上がるのかというお話なんですけれども、はい、IH ヒーター平均 11%、 ガスコンロ平均 9%、はい、レンジフード 9%、はい、水洗 3%、はい、となっております、まあ、それ以外にもいろいろ値上がりするって書いてますけれども、はい、主に影響でそのところはこの辺ですと、まあ、つまり簡単に言うと、まあ、およそ 10% 近く、まあ、値上がりするものが多いですというところで、うん、じゃあこれぐらいど、これがどれぐらい影響出るのかというところについてお話しさせていただこうと思うんですが、はい、だいたいIH でもガスコンロでも食洗機でもレンジフードでもちょっといいものを選ぼうと思うと、はい、定価設定でいうと20万ぐらいしてくるわけなんですよ、うん、はいはい、で宝の商品っていうのはほぼほぼ値引きがなくて、うん、定価そのままで、出すような商品になるわけなんで、はい、つまり、まあ、IH とガスコンロどっちも選ぶことはないですけども、うん、まあ、あの加熱機器、はい、食洗機、レンジフード、この辺選ぶと 20×3 で60万なんですよねすごいですね、はいの、まあ、つまり 10% 近くが値上がりしますっていうことで、まあ、この11月27をまたぐかまたがないかで大体こう6万ぐらい差が出るっていうようなイメージを持っていただければと思います。6万大きいですよ結構、はい、まあ、ここら辺参考にして、まあ、あのいつ発注するのか、まあ、もう6万ぐらいだったら別にもう11月27超えてもいいやと思うのかいや6万でもこれは11月中に発注したいっていうふうに思うのかっていうところで、はい、参考にしていただけたらと思います、はい、はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。